Konnichiwa. Omise wa junbi chuu? ちょっと寄っただけだから。君は広場に遊びには行かないのかい？ そういう意味で言ったんじゃないんだけど。ごめん、謝るよ。お詫びに、はい。一日早いけどプレゼント。親父さんにはいつもお世話になってるからね。こことアレル感がなかったら、僕はとっくに飢えて倒れている。 お金はあっても料理ができないのは困りものだ。でもアレル館はここのところ休みが多いよね。せっかくのクリスマスなのに 娘さんも見かけないな。以前はよく焼きたてのパンをくれたものだけど。もっとも、様子がおかしいのはアレル館だけじゃなくて、町全体の話だけどね。ここのところ物騒な事件も頻発しているし、 夜も静かすぎるだろ。よその町に親戚がいるのなら、新年はそっちに行った方がいいと思う。こら、そこ、うさんくさい顔しない。こういう時の僕の勘は当たるんだぞ。
待って。今近づいちゃダメだ。動く、この壁動くぞ。おい、どうなってるんだ。村長を呼べ。下がれ、押すなよ、下がれクソども。おい、これ止まらないぞ、止まらないぞ。早く早く俺を上に上げろ、上げてくれよ。押すな、つぶな、つぶっ。橋はまずい、もう隙間がない。真ん中だ、真ん中に逃げ。手が挟まって。おい、助けて、助けるな。ずっと逃げよう、ここにいちゃいけない。
階の明かりが消えているのはどうしてだろう。もしかして本当にあいつらは教会には近寄れないのか。なんて嘆かわしい。町中の人間が殺到すると期待していたのに、集まったのはこれだけなんて。この時代は不信心者が多すぎる。でも、だからこそ歓迎しましょう。ここに集まったあなたたちこそ、生贄にふさわしい敬虔な信者ですから。
死体を積み上げるんだ。そうすればギリギリ届く。みんな聞いてくれ。この子だけでも助けたい。さあ早く、あいつが帰ってくる前に。見ろよ、ここにうまそうな女がいるぜ。